誰からも教わってないって分かる世界じゃないですね。教育じゃないからです。分かんなかったら考える、ね、そうするとそれは自分のものになるけど、聞いただけっていうのはもううっかりするとここからこっち抜けてって忘れてっちゃうし、に入れ墨っていうのは閉鎖的じゃなくなったからね。タトゥーコンベンションだとか情報誌がたくさん出てるし、昔は情報誌なんて何もないから、ポリシーがどこにいるかなんてことなんてほとんど分からない状態だったから。密教っていう宗教あるでしょ。密教っていうのはあの秘密になってるから密教だったじゃん。やっぱ劉先生のとこ見てると勉強にもなりますし、やっぱいろんな作品見てもやっぱ堀内先生の方が一番いいと思って、自分の体とかはやっぱ最初の頃は練習台で自分でやっぱ掘ってたりして、ほんでやっぱここの自分は前だけしか先生に頼んでないんですけど、やっぱ最後はやっぱ先生に頼んでみたいなと思ってやってるんですけど、どんな風にっていうか、なんか自分なんか見てもやっぱ全然違うんですよ。パテシエ、パテシエ、はい、あれダメだ、あれはもうあんな飲み方した。今それがなくなった分だけみんなが自由にできた、やれて、堀氏を見つけるのも簡単だし、堀氏になるのも簡単っていう時代来たけど、その分だけ入れ墨そのものの価値観がガタンと落ちちゃって、ちょっと片方良くなれば片方悪くなるんだよ。そういうようなヤクザと入れ墨っていうものを密接につなげてマスコミが報道しちゃったから、入れ墨イコールヤクザ、ヤクザイコール悪、悪イコール入れ墨っていうトライアングルのシステムができちゃって、はい、今度透析の品質が変わるかどうしようかな。カサギの人は別にヤクザじゃなくて掘っても結局そういうとこは行けないよね。あれうちのハメさんだ。結局マスコミの連中が大騒ぎして、その元は一般市民が大騒ぎして、怖いからって言うんで大騒ぎして、法律ができて、法律ができたら実際に掘った自分たちが今度入れなくなっちゃったっていうね。真面目な気持ちでやるやつっていないと思う。